皆さん、はじめまして。大阪府のブレイズレポーター、キッズファミリーサポートミッションの永田一郎です。今回は8月20日から22日のキッズゲームキャンプのレポートをお届けします。8月20日から22日、奈良県のソニー高原で、小中学生対象のキッズゲームキャンプが開催され、関西を中心に岡山や名古屋からも19の協会から100人以上が参加しました。標高760メートルの風爽やかな高原で、スポーツやゲームを楽しみながら、互いを思いやることを学び、神様を覚えるための工夫を凝らした様々なプログラムが持たれました。子どもたちは小学校低学年から中学生までが混ざった4チームを作り、チーム対抗で3日間、スポーツやゲーム、さらにはどれだけ早く集合できるかなども採点され、子どもたちはプログラムが進むにつれ目の色を変えて取り組んでいました。さて、今回のキッズゲームキャンプのテーマは、旧約聖書の預言者エレミアがモデルで、良くても悪くても神様に従いますでした。参加するスポーツやゲームで決められたルールに従うことによって得点できることから、神様のルールに従うことによって祝福を得ることを学びました。3日間の各セッションでは、ゲームの後神様を賛美し、短い劇をリーダーたちが演じ、メッセージを聞きます。神様、イエス様の声を聞いたら、それが自分にとって嬉しいことでも辛いことでも従う。そうすれば神様は祝福と困難を乗り越える力を与えてくださることが語られました。子供たちに聖書と神様に従うことを教えるのは簡単ではありません。しかし、子供たちが大好きなスポーツやゲームの流れの中に聖書の教えを効果的に盛り込むことによって、子供たちはごく自然に神様の教えや聖書のルールを覚えることができます。これがキッズゲームキャンプの狙いであり、子供たちは楽しいキャンプを通してより神様に近づくことができるのです。参加した子どもたちも、もっともっと長くキャンプを持ちたい、来年あったら絶対行くと口々に言っていました。子どもたちをキリスト者として健全に育てるために持たれるこのキッズゲームキャンプは、言い換えれば将来のキリスト教会とクリスチャンのビジョンです。彼らが成長し、クリスチャンリーダーとして将来の教会の働きを担っていくのです。教会や教派を超えた子どもたちのミニストリーに、これから起こるリバイバルの片鱗を見る思いでした。以上、大阪府から永田一郎がレポートいたしました。